はいどうも皆さんこんばんは、リルレのお時間でございます。あ、気になってる気になってる、このメガネでかいんじゃないかと、でかいんじゃないかサモファンくんとコメント書こうとしてるでしょ。今理由があるのよ、これちゃんと、これ大きいでしょ、確かに大きいのよ。これいきますよ、これをかけることによって小顔に見えるじゃないですか。はい、コメント書いてください。サモファン小顔だよと、今すぐ書いてってことで、今日やっていくのはね、イカメタルでございます。プー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 、ご存知の方もねいらっしゃるかと思いますが、夜ね船の上で光を焚いてヤリイカを釣るっていう、どうですか皆さん、これ僕も初めてなんですけど、まあ今日道具揃えてきました。はい、タックルです。リールがね、ダイワのセオリー 2508P、 おかっぱりのエギングで使ってるリールですね。で、ロッドがイカメタル GR2S の 68L リアルメソッド、1万円ぐらいです。買ってきました今日。イカメタルリーダーと、重リグリーダーと、これも重リグリーダーですね。ここら辺がサポーターじゃないですか、やっぱり用釣り使っちゃうっていう釣手ですね。用釣り、これ重り、重いやつ45、はい、こういうやつ、フラッシュブーストのね、イカメタル専用らしいです。重リグの時にここでつけてやるっていう、これでね今日イカメタル用だけですね、やっていきたいと思います。イカメタルっていうやり方と重リグっていうやり方があるそうで、この2パターン今日やってみようと思って道具を買ってまいりました。ってことで早速やっていきたいと思います。今日ねお世話になるところはね、長崎のね第8ふみ丸っていう、遊漁船、こちらに乗船していきたいと思います。それでは早速行ってきます。はい、今ね船で仕掛けをセットしました。 T からリーダーをつないで三つ股になってる、でここに吸って、でそのまま下同じように三つ股に乗って吸ってがついてる感じですね。で一番下にこちら、これ重いんですよ、45あるんで、これが重りになると、これにもねカンナついてるんで、これにも食ってくるっていうことです。さて皆さん、初めてのねヨダキっていうことでやってみたいと思います。まずボトムでしょうね、 P のラインがね、0.85、 八つ編みのものをね今日選んできました。これも巻き直してきましたから気合が入っております。結構深いみたいです。あ、着底しましたね。どこまで探ればいいと、レンジはボトム、ボトムからね上げてきて、あ、じっくりね、はい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 、で、当たる棚のある剣が、はい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 、なるほど。果たして僕に当たりが分かるのでしょうか、この繊細だと聞いておりますけど、隣のね、釣ってる方はねもうすでに釣れたんじゃないかと、釣れております。皆さん一刀一撃の方です、釣れております。そこから10回ほど釣ってましたね。あ、これ来たっすね、これめちゃめちゃ重いっすね。ああ、重い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 、ちょっと待って、お魚かも、めちゃめちゃほら重いの、お魚お魚、なんなのよ、ちょっとちょっと待ちなさいよバカね、あんたじゃないのよ、あんたじゃないのよ、ほらこうなっちゃうじゃない、もう見てこれ、ほらこんななっちゃって、はい、着底しました。え、これイカついてるんじゃない、これイカじゃないですかこれ、あ、もう分かんない、何もかもが分かんない、あ、イカです。あ、よし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 、やりました皆さん、皆さんやりましたよ。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、君はあっち行ってください、ごめんなさい、すみません、いやいや、来たじゃない来たじゃない来たじゃない、ほら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 来てるじゃない、やったわよ、釣りたい釣りたい、もっと釣りたいもっと釣りたい、あ、ヘビ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 、ちょっとラインとかかまんでよ、ヘビちゃん、ちょっと来ないでよ、あ、やめなさいよ、帰りなさいよ、あんたそこよ、出口帰りなさい、早く、そう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 、お帰りなさい、はい、着底しましたね、もうボトム、今がっつりボトムですね。これ当たりを取るのが難しいですね、当たり取りたい、でもおーっと、気のせいか、今なんか触った気のする、あ、触った触った
ここで長船場ってことやろ。よいしょ、食えた。よし。いや、ちょっと重いよこれ。イカちゃん、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 ほら、大きいじゃない。おお、いいね。これめちゃめちゃでかいじゃない。これでかいでしょ、これ。これでかいじゃない。はい、皆さん、めんつゆをですよ、チュッチュちゃんに吸い込ませようじゃないかと。30メートルですね、今30メートル、50メートル、70、80。あ、着地しましたね。あ、当たってるね。今のわかったね。はい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 、はい、イカでした、イカでした、ありがたき、イカでした。あ、ちょっと待って、ピッペちゃん、ピッペちゃん、ピッペちゃん、あんたは次こっちよ。はいはい、ああ、ちょっと、今のわかりましたね。竿がトゥントゥントゥンってなりましたからね。はい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 、ちっちゃい。これどのタイミングで合わせとかな。絶対イカやったよ今。焦がしよったろ、なんか動画でシェイクさせる言うて。ほら、さあシェイクできた。これでこない？ YouTube で昨日見てきたんですよ、シェイクするっつって。来ましたね。わあ、でかい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 。シェイクでこれ、このサイズね。店長から朗報がございまして、赤黄色が爆笑してると情報がありましたんで、店長に1個ね、いただいたんで、これ使っていきたいと思います。40、50ぐらいまで落としましょうね、流れてる。はい、来ました、ここですね。いや、当たる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 、これイカやろ、これイカやろ。抱いた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 。これが赤金やった、赤金やったっけな。これ赤金に食ってきとったら、まあすごいよねこれね。これ3本あるうちを選んできてるわけやから。お、赤金赤金、違いがあるみたいですね。ちょっともう一回もう一回。ああ、イカですね、これ絶対今のはイカ。はい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 、これはでかいんじゃない？これサイズいいよ。アオリかな？赤木、赤木だもん。見てこれ、ほら。はい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 、当たってる当たってるよ。はいはい、うわ、これでかい。ごめんなさい、これでかいわ。これでかい、マジで。これ赤木やったらマジで赤木パニックよ。怖いですね。これしかも赤木やったらもうなお怖いですよ。はい、でかい赤木、赤木大人気。ちょ、底合わせしてみよう次。はい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 、これ大きい。あ、ダブルで来てるもんだって。それ重たいわよ、ダブルじゃない。ダブルよ皆さん、皆さんダブル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 、初ダブル、ダブルです。ほら、こ赤黄と赤白。はい、来た。はいはい、赤黄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 なのよ。赤黄しか勝たんやん。ちょっとね、この重り具っていうのをね、やってみようと思います。便利っすよね。うん、こう繋ぐだけ、リーダーをね。セッティング完了です。まずね、こう重りがね、はい、こんな感じで来て、エギ 2.5 のフラッシュブーストですね。マー君がいつもお世話になってます。これでやっていきたいと思います。よっ。
要はだからこう重りがあってラインがあってエギがあるんで待たないといけないよね。エギが潮に馴染むまでの時間がかかるってことでしょ。はい来た。はい重りぐ。はいはい重りぐ途中でございます。はい重りぐ。あイカメタルの方が超過が上がってる。よいしょー、これはでかいです。これはでかいですよ。重り具はなんかでかいのが釣れるって聞いたんで釣り具屋の人からね。今のところ変わんないですもんねサイズが。はい、でかいんじゃないのこれは。これはでかいでしょう。これはでかいよ。イカメタルの方に戻しました。いや当たりの数がね全然違う。でかいのが釣れるって言われてて重り具ねやってたんですけど、もちろんね実際釣れてはしたけど、いや普通のイカメタルでも釣れてるんで別に選んでうんうんとかじゃないよね。はい来たね。もうほらイカメタルだから絶対今日は、今日イカメタルの日だから。重いよ。はいイカちゃんでした。でかいいいサイズ。今ね数えたらね44杯釣ってるんで、切りよく 50杯ね釣っていきましょう。今いっぱい釣ったんでね、あと5杯。はい、はい、そういえば揚げた終わりましょうか。はーい、はい、お疲れ様でした。今回は初のイカメタルということでやってまいりました。釣果はこちら。はい皆さん、本日の釣果でございます。今日ですねトータル46杯釣果をお見せするためにね、はい、まあ大小出して並べております。もうここら辺の大きいよね、大きいでしょ。はい、ちょっとごめんなさいね猫の声が。はい、我が家のランマルくんがあと漬けてます。お気漬けですね。ここに4杯ぐらい入ってるのかな。こんな感じですね。いや初めてにしてはいいでしょう。今回イカメタルとオモリグやってみました。釣果もね、はい出ましたね。はい、なんなのよってことでね、今回釣果も上がりましたんで、あやった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 、ぜひね高評価の方よろしくお願いします。あとチャンネル登録、まだされてない方、初めて見る方、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではおやすみなさい。